明治神宮外苑の再開発についてです。今月9日に事業者が計画の見直しを発表したことを受け、ユネスコの諮問機関イコモスが今日会見を開き、重要な項目が欠落しているとして再度提出された計画案を批判しました。今月9日に事業者が都に提出した見直し計画で、3メートル以上の木の伐採本数を当初の計画から100本以上減らす考えを提示しました。さらに名所のイチョウ並木保全のため新しくできる野球場の計画を変更することなどが盛り込まれていました。これを受け再開発計画の撤回を求める緊急要請などを繰り返し都や事業者に提出していた日本イコモスが会見を開きました。いかに不十分で不適切なものであるかという点を改めてですね、私どもが指摘してですね、事業者ないしは東京都に問いたい。見直し計画について木々を本数で考えていて生態系などを維持する緑の質の検討が欠落していると強く批判しました。また再開発が行われる現地に事業者、東京都、日本イコモスが集まり、それぞれの立場で提案を行う説明会の開催を求めました。はい、今日行われた会見の内容を聞いていますと、事業者と日本イコモスの認識の差というのが浮き彫りとなりました。まず今回都からの要請を受けて事業者が提出した計画の見直しについて見ていきます。今月9日に発表した計画では3メートル以上の木の伐採本数を124本減らし、新たに植える樹木を含めますと現在と比べ全体で400本増加する計画です。事業者としては今回伐採する本数を減らしたり植樹する本数を増やすことなどで木々の保全に努めようとしていることがわかります。一方でこれに対する日本イコモスの木々の保全に対する認識を見てみます。大前提として木々は群れで生息するため木は本数ではないと強く計画を批判しました。その上で木が持つ歴史や生態系の維持を配慮することが必要だとしています。外苑の再開発をめぐってはこれまでにも木の伐採などについて事業者と日本イコモスの主張認識が平行線をたどっている状況で、今後認可を出した東京都がどのような対応をするのか注目されます。